合格率が世界一低い、はい、で、まあ、1.2 パーから、まあ、2パーぐらい、うん、なんで、まあ、やっぱり問題は2つあって、ライフテクもあったし、夜の1時から始まって4時半に終わるっていう、でもずっとディスカッションなんですよ。で、講義がないんで、オーダーで歌いましょうね。さあ、今回ですね、スペシャルゲストです。はい、ゆずです。はい、なんとですね、いや、まさかのコラボが、いや、まさかの実現しましたけど、なんたって、まあ、僕からするとやっぱり高校生でイギリスにいるっていうイメージがすごいあったんですけど、今や大学生になられて、いや、ありがとうございます。おかげさまで、はい、なんとかなりました。しかもまたね、超いい大学行ったじゃないですか。いいえ、全然。どこでしたっけ？ミネルバ大学っていうところなんですけど、はい、まあ、ちょっと面白い大学で、世界7カ国もありながらオンラインで学ぶみたいな感じで、で1年目はサンフランシスコと韓国だったんですけど、まあ、2年目からまた別のところに行くっていう感じですね。すごいですね。いや、やっぱ移動しながらっていう大学ですけど、全然違いますよね。そうですね、キャッチコピーみたいなのになりますけど、はいはい、その大学が掲げているのは合格率が世界一低くて、はい、ね、まあ、1.2% から、まあ、2% ぐらい、うん、でなんでものすごいユニークな子たちが集まるんですよね。だから賢いだけじゃなくて、もう本当にそのプライベートパイロットの友達だったりとか、うん、会社を複数個経営する子だったりとか、うん、まあ、そういう子たちと一緒にいれるんで、まあ、そういう意味では本当に面白い大学だなとは思います。合格発表の動画とかもね。そうですね、これ多分受かってるんじゃないこれ多分受かってる。あ、見てくださってありがとうございます。めっちゃ分かりづらかったんですよね。いや、でもやっぱすごい経歴なんで、その辺のことを聞いていきたいんですけど、まあ、ただそのサンフランシスコ編をちょっと見て、はい、ありがとうございます。僕も留学してって、はい、やっぱ同じ場所をこう見ながら、ああ、懐かしい。サンフランシスコはどのぐらいいられたんでしたっけ？いたのは9ヶ月、10ヶ月。結構長いですね。僕より全然長いです。クリッパーカードとかね。はいはいはい。バートで。懐かしい。移動してる。ネイビーとバートでね、移動するんですよ。ケ、はい、うん、ニアリア。めっちゃ危険ですね。ドラッグ売ってるシーン撮ってました、ね。駐車、路上で注射打ってるし、まあ、あとはスピードがすごい、まあ、すごいくはないですけど、僕も何回か聞いてだったりとか、僕も麻薬の取引を見たのは初めてはそこです。警察いるのに気にしないですかね。気にしないんですよ。警察も気にしないし、多分その麻薬の人たちも気にしないんで、結構無法地帯にはなってるかなと思いますね。殴り合いして、はい、その時僕が習ってた先生が警察を呼んで、はい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 、あそこでやってるよみたいなって言った時に What do you want? って言われた、はい本当に機能しないですよね。やっぱりイギリスとその高校の模様をこう動画にした人っていうのは日本人でいなかったので、そうですね、あれ衝撃的でした。僕も確かにやっぱり留学系は結構いますけど、まあ、高校生でっていうのは多分少なかったでしょうし、イギリスがまずちょっと少ないんですよね。そうそうそう、いろんな新鮮なことがいっぱいあったんですけど、あれはきっかけはどうなんですか？あ、そうですね、イギリスのきっかけは本当に日本の教育が僕は嫌いで、はい、っていうのもやっぱりそのやっぱ詰め込み教育をずっと受けてきて、うん、短期教育だけでなんかそういうのが評価されるっていうのが、うん、もう本当に意味が分からなくて、まあ人並みには勉強してきたんですけど、まあその中で結構疑問視というか、はい、日本の教育に疑問を抱くようになって、その時ちょうどハリーポッターに興味があったんで、はいはい、もうすぐドハマりしてたんですよね、うん、で本当に呪文とかも全部言えるみたいな、あ、なんとかかんとかみたいなね、はいはい、そこまで来てたんで、それだったら生きるところ行きたいなっていうことで、まあ、イギリスに来ましたね。でも中学時代に、そうですね、中高一貫校に通ったんですけど、はいはいはい、都内の。でも高校に進んだらもうこの6年間、うん、この生活が続いちゃうなと思って、ある種逃げですけど、まあ、ある種挑戦っていうような感じでイギリスに来ました。それで親は全然許してくれたん？いや、ちょっとやっぱり高いんで、はいはい、最初はものすごい説得というか、まあもちろんやりたいことはやらせてあげるって言ってたんですけど、うん、やっぱりイギリスにする意味がないんですよね、はいはいはい、すごい他と比べてものすごい高いですし、うん、まあ、アメリカも高いんですけど、はい、その英語だけやりたいんだったらフィリピンとかでも別にいいわけじゃないですか。です、ね、だからそんな中で、まあ、僕は結構いろいろあって、うん、なんとか説得して、もともと3年間の予定だったんですけど、まあさすがに3年は出せないということで、うん、2年間でやってこいって言って、まあ、飛び級ってことまでいかないんですけど、うん、学年1個上に上げて行ってるんで、中学の友達とかよりは1個学年が上がってる状況なんですよね。例えば大学2年生にもすぐなりそうなんです、はいはい、アプライはどうやってしたんですか、ね、あ、そうですね、イギリスの高校にアプライは結構そのイギリスにちょっと1回機会があって、はい、その時にまあ5個ぐらい絞ってるところもあったんですけど、うんうん、面接とか数学とか英語とか、まあ、結構簡単な試験でそういうアプライはできるんですよね、うん、だからまあそこでちょっと試験を受けたりとかで、IELTS が確か 5.5 とかあれば、はいはいはい、まあ大体受けれるんです。
ですよ、うん、だからそれをちょっとやったりとかで結構そこのアプライに関してはそんなに難しくなかったかなと思います。で、イギリスの高校どうでしたか？イギリスの高校いやまあ基本的に楽しかったですけど、うんまあ、やっぱり問題は2つあって、はいはい、1つは天気ですよね、はい、天気はまあ基本的に曇りなんで、うんまあ、けど雨は意外と多くないんですよ、うん、特に僕がいたところは結構ヨークの方で上の方だったんですけど、はい、でスカボロってちょっとそれたところで海岸沿いの、うん、まあいいところではあったんですけどやっぱり曇りが多いからちょっとメンタル的にはあんまり許しかないかなっていうのが1つで、まあ、もう1つは食事が本当にジャガイモだったんですよ、はいはい、毎日ジャガイモ食べてて、うん、本当にみんなジャガイモになるんじゃないかぐらいのもうジャガイモしか出てこないし、しかも毎日ワンプレートなんですよね。朝はまあ基本的にバイキングみたいな感じなんですけど、本当に昼と夜はワンプレートでジャガイモの塊が出てくるんですよね。で本当にあの人たちはジャガイモの形状を変えればいいと思ってるんですよ、はい、違う料理だと。だからマッシュドポテトとかがあればフライドポテトがあって、フライドポテトもいろんな種類があって、まあ、こういうやつとかこういうやつとか、なるほど、いろんなのがあるんですよ。でそれで彼らは違う料理だと思ってるんで毎日毎日違う料理出してるつもりだかもしれないですけど、そこから見たら全部一緒なんですよ。もうじゃあもう飽きちゃって大変ですな。本当にもう2年間いて、まあコロナでちょっとね、1年ちょっとしか入れなかったんですけど、はいはい、まあそれでも本当にもうジャガイモは一生分食べた時期があります。本当にイギリス行った時はマジでご飯がダメでした。あ、本当ですか？どこ行かれたんですか？ロンドンとか、まあ、基本南ですね。あ、南のエリアをこう行って。あ、いいですね。食べ物がダメでした。本当にもう無理でしたね。でもどうですか、英語いきなり英語ネイティブたちと同じ中にボンって入れられて、はい、そうですね、まあ、けど半分がネイティブで、はい、イギリス人の方だったんですけど、もう半分は結構インターナショナル性が多くて、なんで結構世界各国から来てる方だったんですよね、うんうん、だからまあそういう意味ではなんか僕もそんなにディスアドバンテージだけを感じるってことはあんまりなくて、うんうん、まあ、でもそれでも僕はシックスフォームっていう一番上の台から入ったんですよ、はいはい、そうなってくると今まで英語経験がなくて、うん、まあ、もちろん学校ではやってましたけど、うん、まあ、それぐらい日常会話ギリギリぐらいだったんで、それ何かを学ぶってなるともう本当に難しいんですよね。だからもう本当に最初の方は泣いた時もありましたし、まあで日本人がいない学校を選んだんですよね、うんうん、まあ、自分をちょっと追い込むために。それがちょっとハードで、もう本当に頼る人もいないから結構自分の中でストレスはかかってた感じですね。まあ動画出てますけど、どうしてアメリカの大学に行こうと。そうですね、やっぱり僕大学行くつもりなくて正直、はい、っていうのも自分の中でやりたいことがなかったんですよ大学ってやりたいことを突き詰めるところだと思ってたから、そのなんでそのやりたいことがないのに行くのって思ってたんですよ。だから大学やりたいことないから学ぶことがまず分かんないじゃないですか。それだったら行っても時間もお金も無駄だし、ただ遊ぶだけって別に大学帰らなくていいじゃんと思うんで、なんでそれを思って大学を探した時に、まあ、そういう面白い大学があるってことを聞いて、まあでもやっぱり最初に合格率が目に入ってくるわけじゃないですか。でもそれで難しいって言われてるやつですから、まあ実際多分そんなのないと思うんですけど、でも本当に低いんで、まあ僕は無理かなと思ってたんですけど、まあそれ以外の学校受けてなくて、まあ、本当にミネルバだけ受けて、もしも落ちたらもうちょっと一回考え直そうかなって、とりあえず受けようっていうことで一つだけ受けて、で最初は特別調校生みたいな感じで補欠合格みたいな感じだったんですよ。でも1年目ある程度の成績取って、もう一回試験受けたら、まあ、合格いただいたということで、今通ってる状況です、ね、すごいですね。それもアプライするのも自分で調べてやったってことですもんね、はい、そうですね、全く情報とかがあんまりなかったんで、うん、今はあの僕とかその他のミネルバ生の方とかも時々動画出したりしてるんで、まあ、ある程度情報があるんですけど、うん、ちょっと情報が僕の時は少なかったんで苦労しましたね。トフルとか必要だったんですか？トフルとかアイエルツとかは基本的にあんまり必要なくて、まあ、あったら書いてもいいんですけど、うん、ミネルバのいいところがそういうことで判断しないっていうのがあって、なんと本当に誰でもアプライできるんですよ。まあでも高校の資格はいるみたいで、高校卒業の資格か卒業予定のっていうのは絶対必要みたい でそれ以外はもう本当にテストで決まるみたいな。テストって言っても試験勉強とか試験対策の勉強が全くできないんですよ。どんな試験？なんで最初にリーディングとかライティングとかはあるんですけど、結構簡単で英語の能力を見るみたいな感じなんですよね、うんうん、で、まあ、ライティングに関してはちょっと面白くて、もう内容をちょっと言ったらダメなんですけど、けどこれは言える手範囲で言うと、なんかクリエイティビティっていうテストがあって、それはなんか本当にクリエイティブな要素を求められるんですよ、だからそういうクリエイティブな要素も必要だし、あと IQ テストもあるんですよ、ね、IQ テストもあったりとか、あと一番大きい目玉の試験は Six Achievements って言って、今まで人生でやってきた一番大きい
6つのアチューメントを書かないといけないんですよ。まあ、それってアメリカの大学では結構多いと思ってて、けどまあ6になんか留められている学校は多分ないかなと思って6個以下なんですよね。それが結構重要視されるっていうことは聞きましたね。でもね、すごい普通の人とは違う経歴ですから、そこは有利だったんじゃないですか。そうですね、まあでも基本的にみんな変わった人が多いんで、多分僕も埋もれちゃったような気がします、いやでも YouTube 伸びたみたいな。あ、まあそうですけど YouTuber の方も結構じゃないですけど、2つ目の学年に80万人ぐらいの女の子がいたりだったりとか、まあ、日本人じゃないんですけど、はい、結構みんな面白い経歴で。今主に何の勉強してるんですか。1年目はリベラルアーツみたいな感じで、はいはい、結構幅広くやるんですけど、うん、Python のコーディング、はい、プログラミングが1個あって4つ絶対取らないといけないんですけど、はいはい、1つがそれで、もう1つがサイエンスのもう理科系とか科学系とかの文献を分析するクラスで、ちょっと大変で、でもう1つが文学、英文学を掘り下げるやつで、でもう一つがなんかコンプレックスシステムって言って、なんか社会のなんかフェノーミナを分析するみたいな、まあ、それも面白いですね。こういう感じで幅広くやって、そうですね、Python、1年目は、ね、はいはい、やりましたね。この間 TikTok ライブで韓国人の人と喋ってたんですけど、はい、その時言ってました、 Python やんなきゃいけない。あ、本当ですか。で、なんかルフィの必殺技って言ってましたけど、最初韓国の大学だと文系理系関係なく全員必修だって言ってたんですよ。その人が Python なんかできない。面白い。じゃあこれ今後メジャー分かれていくんですか。あ、そうですね、2年目から僕はビジネスメジャーで行こうと思って。なるほど。最初がサンフランシスコと韓国、はい、そうですね、そうですね。でその後は結構まだ決まってないんですけど、しっかりは台湾だったりとかインディアとか、なんかあとアルゼンチンとかもあります。アルゼンチン、あとはドイツ、イギリスがあって、で、あ、そうです、あとサンフランシスコとコリアなんて、すごい、本当に結構いろんなとこもありますね。じゃあビジネスでやっていく感じですか。はい、そうですね、今のところちょっと興味のある分野がないんで、まあ、とりあえずちょっとビジネスやっとこうかなぐらいなんで、本当に英語で学ぶんですかね。あ、そうですね、しかもなんか面白いのがそれぞれの教科に1日2個もあるんですけど、まあ、1時間半1時間半の授業で3時間だからそんな長くないじゃないですか。でもずっとディスカッションなんですよ。で講義がないんで、だからもう本当に喋ってないといけなくて、喋ってないと超大画面に映し出されるんです。だから本当に怖くて、そうで、その一つの授業に対して2、3時間の予習が必要なんですよ、ね。文献がブワーって並んでて、それを全部読み込んでから授業に行かないと欠席扱いになるんですよ、喋、はいはい、ってないと、だからそういう意味ではもう本当にずっと勉強してるって感じですね。そうですね、セメスター中学って本当そうなんですよ。そういうもん、ね、しかもね、時差でなんかすごいことになってますよね。そうですね、日本にいる時は本当に大変で、夜の1時から始まって4時半に終わるっていうすごいスケジュールって思いながら、いや、それ面白いですね。で、今後でもそのビジネスでやって、はい、で将来でもこうなりたいみたいなのあるんですか。そうですね、将来に関しては本当に何もなくて、まだ、はい、っていうのもやっぱり自分の興味を追い求めて今ここにいるんですけど、まあ、それでもやっぱりなんか勉強がメインだったから、その自分の興味を探す時間っていうのがあんまりなかったんですよね。だからそれもあっていろんな国とかに行って探していこうと言い続けて、もう結構5年とか経ってるんで、まあ、これからどうなっていくのかなっていうのは自分もちょっと興味ある部分ではありますね。そのMGさんが最近本を出されたということで、 ありがとうございます本当に、はい、お出しありがとうございます。これどういう本なの。あ、これはもう本当に学習法ってあるんですけど、UGC 学習法って名前なんですけど、学習法ではなくてマインドの作り方だったりとか、どうやって新しい環境に身を置いていくかとか、まあ、そういったようなことが書いてあって、まあ、結構僕はちっちゃい頃から面白いことを結構繰り返してきたんですけど、まあ、そういうのをちょっと年代を遡って一つ一つ見ていってるような感じで、結構面白いと思います、はい、ぜひ買ってみてください。 ありがとうございます。ぜひ動画遡ってですね、イギリス生活から友達とか面白い人も出てきますので。そしてサンフランシスコもね、ついに会えたぜみたいなそうですね、見てみてください。じゃあ台湾編とかが出てくるんですね。そうですね、これから台湾編、インド編みたいな、まあ、続けたらあると思います。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ということで今回ユージさんに呼んでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。